日本書紀によると崇神天皇の5年、疫病が蔓延して人口の半分が失われるという大惨事が起こった。この災厄を鎮めるべく、当時宮中に祀られていた天照大神と大和大国玉の神を皇居の外に移すことになった。天照大神の御霊は娘の豊洲桐姫に託され、笠縫村に祀られたが、その後転々と移動し、大和姫によってようやく伊勢神宮にご鎮座することになる。伊勢神宮外宮が9世紀に出した神道御所のうち、大和姫の御事世紀によると、天照大神のご巡行はなんと84年の歳月をかけて29箇所に報じられたとある。一般的には行き場をなくした天照大神の御霊が二人の姫を三重城にしてさまよっていたと捉えられているが、神道家の金井南流氏は神々の目次録の中で、これは都を守るために太間に釧路という結界を作っていたのだと明かした。まだ呪術や呪詛が生きていた時代、人々が神の息吹を感じていた時代、それが謎の4世紀なのだ。第10代崇神天皇は危機では紀元前90年頃に在位したことになっている。日本の歴史は魏志倭人伝以降、中国大陸の混乱もあって7世紀まで客観的な記述が見当たらない。その間に3世紀に卑弥呼が統括していた邪馬台国が4世紀には大和朝廷へと移行している。しかしその過程は全く不明なままなのである。ここに謎の4世紀と呼ばれるゆえんがある。天理市の磯の上神宮から桜井市の大宮神社にかけて山の辺の道がある。重要な古代史跡が続くハイキングコースで、歴史好きな方には興味が尽きないルートである。その中に巨大な崇神天皇陵がある。ようやく崇神天皇陵にたどり着きました。あ、なんか書いてます。宮内庁左に生きない立ち入らぬこと、魚鳥などを捕らぬこと、畜牧刀を切らぬ。崇神天皇についてはですね、語るべきことがたくさんあります。まず9代までの天皇というのは実は実在しなかったんじゃないかという説が一つあります。そしてこの崇神天皇が実はその実質的な初代の天皇ではなかったかという説があります。
それはなぜかというと、崇神天皇っていうのは、今は私たちが呼んでる名前なんですけども、別名というのがありまして、その一つに、国知らすスメラミコトっていうのがあるんですね。これがいわば初めて国を治めた天皇ですよというような意味を、含めているということなんで、この名前がついているということは実はこの人初代なんじゃないかなということですね。それから崇神天皇といいますと、いろいろ説があるんですけども、約4世紀の初めの頃に即位したんではないかというふうに言われてます。魏志倭人伝なんかのその証拠でもって卑弥呼が3世紀の中頃までは治めていたということが分かっています。つまり卑弥呼がいる時代から本当だと神武からずっと天皇家ってこうあったはずなんですけど、そこは天皇家出てこないんですよ。でこの崇神天皇が初めて出てくるんですけども、この卑弥呼との関係っていうのが、どうなんかということがありますよね。それとこの卑弥呼が亡くなった後に豊っていう人が後を継ぐんですけども、この豊っていう人が大和トトソ桃祖姫っていうかな、ちょっと読みづらい名前なんですけども、その人ではないかと言われてます。もしそうだとすると、それは崇神天皇のおばさんに当たる関係になるんですけども、で彼女と崇神天皇が大和朝廷というのを起こしたのではないかというように考えられます。この時代の最大の謎は古墳群である。なぜこのような巨大な墳墓が作られたのだろう。江上波夫教授による騎馬民族征服王朝説は一つのヒントになるように思う。巨大古墳の出来方は何らかの法則を感じさせる。それはこの時代に流行した神科学による国家安定の政策だったのではないだろうか。古墳の持つデザインの美しさや巨大さに私は何か儒的なものを感じます。しかし騎馬民族がやってきて、そこに住んでいた人たちを駆り出して奴隷のようにして古墳を作らせたという説に対しては何か引っかかるものを感じます。確かに異民族がやってきて、それまでこの地になかった古墳文化というものを伝えたかもしれません。また彼らが持ってきたのは文化だけではなく未知の病原体もあったかもしれません。それによるパンデミックによって多くの人が亡くなったでしょう。それに対する猜疑的な方法として古墳を作ったという部分もあったのではないでしょうか。巨大古墳は権力者による強制的なモニュメントではなく、各部族が自発的に作り上げた緻密に計算されたパワースポットなのだと私は思います。これらの古墳は未だに宮内庁の管轄下にあって発掘調査することができない。ここには万世一系を旨とする現在の天皇制を覆すものが眠っているからである。古墳は王の墓とされているが、それとともに疫病などで亡くなった個人に代わる土偶や人形が埋められているのだろう。そしてそれぞれの古墳には部族を象徴するものが秘められているはずである。それについては別の章で考えることにしよう。この時代の日本の実態とはどんなものだったのだろうか。それを考えるとき、いくつかの特徴を挙げなければならない。まず日本国内を武力で統一した体制ではなかったということだ。卑弥呼の時代もそうだが、当時はいくつかの部族があって合意の上で代表を立てていた。それが対外的な倭国の王となっていた。卑弥呼から豊、崇神天皇と持ち回りで権力が移っていったと考えられる。これが後の国譲り神話につながるのである。このシステムの元となっているのが神による政治である。
武力闘争を主とした中国大陸の人にはこれが不気味な呪術と見えたようだ。魏志倭人伝で卑弥呼の奇術として伝えられている。また現代の歴史家の目にも奇異なものに映っているだろう。しかし縄文文明を引き継ぐ日本の風土の中には明らかに神科学が生きていた。古墳文化が独自の発展をした原因もここにある。謎の4世紀を支配していたのはこの神による政治だったのだ。崇神天皇による不可解な事件もこれが理解できないとその本質には近づけないのだろう。そして崇神天皇と言いますと、娘さんの豊月理姫を使ってですね、今までずっと一緒にいた天照総御神を外に出すという。でそれは実は金井南陵さんの中に言いますと奈良とか京都とかこの地をですね守るための結界を引くための伊勢津太間之城を始めたということで、やらせたということです。ですから彼はきちっと呪術的なことも理解していて、そしてそれを自分の娘の豊洲に目に命じていました。でそれが完成するのが息子さんの時代、水神の娘である大和姫が完成するわけですよね。まあその後ずっとまあここで天皇の姓というのがいろいろ安定していくわけです。これは大和姫世紀に伝わる天照大神の御巡行地である。金井南流氏はこの霊的なポイントをつなぐと50の三角形が現れることを指摘している。これが伊勢津太間肉城という結界を作る呪法である。線の結び方は二通りある。面を表す天津かなぎと線を表す天津すがそに分かれる。どちらも霊的なパワーの働きを示している。その伊勢津太間肉城も実は1500年が限度、それを過ぎたあたりで何が起こったかというと明治維新が起こって、京都の天皇陵が今東京の今の皇居に移ってしまうわけですよね。つまりそこの結界の外に出てしまうということになったわけです。まあ、どちらにしましてもその一番大元になったのがこの崇神天皇ということであります。その崇神天皇の謎を解くことで日本の古代一つの秘密が解けるということになります。そしてその日本の古代の秘密というのは実はもっともっと昔縄文の頃からのものがどのように受け継がれどのように扱われてきたのかということをきちんと把握していく。それができないとなぜ古墳ができたのかとかそのいろんな日本の神様のいろんな状況ですねっていうものが解けないことになっています。最初に御霊を祀ったのが笠縫村の桧原神社である。しかし実際はどこにあったのかは分かっていない。現在の桧原神社はあくまで否定地である。とりあえずお参りしやすいここが桧原
神社でございます。この後ろの上に見えるのが木花神社で、この鳥居がこう三段になって三つ鳥居って言うんですけど、これがまあ有名なところです。そしてこちらに、豊洲切り姫の御事様のがお祭りされています。ここはですね、元伊勢、本当の本当の元伊勢っていうふうに言われているところです。で、豊洲切り姫はここからですね、何年かここにいまして、それから天の橋立のありますこの神社、その奥に真内神社だったんですけども、そこに移り、それからまたこの辺に戻ってきて、今度は和歌山の方に行き、和歌山から吉備津ですね、岡山の吉備津の方に行って30年か40年ぐらいかかってここに戻っています。そしてこの大宮の山頂のところで大和姫様に今度交代して、大和姫様が今度今の伊勢にたどり着くんですね。で、これはまあ伊勢御巡行と言いまして、でこの話はですね、日本書紀にまずちょこっと出てくるんですよ。それから伊勢が出した古文書の中の大和姫世紀っていう本があるんですけども、その中に実に詳しく出てくるわけです。だけど4世紀の話ですから、もうそれから何百年も経ってますから、どこそこの何々神社にお見舞い、お参り、お祭りしましたよ、どこそこの何々神社にお祭りしましたよと書いてあっても、実際どこだかわからない。で、まあ、現在その否定地と言いまして、ここではなかろうかというところがいくつか挙げられてますけども、その数実に150箇所ぐらいあるわけです。まあ、この笠木村の日原神社というのですから、はっきりここだということは実は分かってないわけだし、豊洲切姫と大和姫のその巡行が本当にあったことかというのも実はよく分からないんですね。実際に本当にあったとしたらですね、この地あるいはその他の地でも、私としてはただただ神社を建てたんじゃなくて、何か呪的なことをしたと思います。それを今解明しようかなという旅に出てる、その第1号となった日原神社であり、そしてこの豊敷で姫様っていうのがですね、大和姫に比べて非常に過小評価されているように思います。豊敷姫やったことっていうのはもう本当にその伊勢太間釧路の土台を作ったということもありますし、一番、ね、遠い岡山の吉備津だとか天の橋立の方だとか、それから和歌山、何回もその行ったり来たりを繰り返すわけですね。非常に大変だったと思います、当時。まあ、そういうことも考えましてですね、豊洲切り姫様に敬意を表しまして、今日原神社を訪れてきたわけでございます。豊洲切姫が次に向かったのが丹波の国、天の橋立にあるこの神社である。天の橋立のちょうど反対側にあるこの神社ですね。元伊勢この神社だ。真内神社にはどうやら裏参道があるようです。真内神社だ。これはね、今日は会いたくなるね。ここは神々の神苑編でもご紹介したように真内神社という奥宮があり、そこには巨石が並んでいる。龍華大神、真内神社にやっと着きました。もうですね、
根本ですよね、古代文明の。いやいや、これはでも普通の神事になりますけども、これが実際の神様がお降りだった石ですね。豊洲切姫はその巨大な岩坂で何らかの呪的な術を施したのではないだろうか。さて、豊洲切姫はこの神社から一度大和に戻っている。そして新たな旅先は紀伊国、現在の和歌山である。否定地は日の熊国かかす神宮ではないかと考えられている。この辺りにはこれといった巨石などの遺跡がない。海岸線に近いのでひょっとしたら当時はかなり地形が異なっていたかもしれない。紀伊国は豊洲切姫の母目橋姫の出身地でもある。また日の熊国かかす神宮は紀伊氏が祀っているもので伊勢神宮と同格の社だと言われている。祭神は日の熊大神と国かかす大神の二柱で、現在でも地元では日前さんと呼ばれて親しまれている。この聞き慣れない神様は元をたどるとアマテル神セウルツ姫の一対の神様に行き当たる。豊洲切姫はこの地にひもろぎを立て二つの神を祀ったのだと思われる。初めにご紹介したように当時宮中にはアマテラス大御神と大和大国玉の神という二柱の神様が祀られていました。アマテラス大御神の御霊は豊洲切姫に託されたのですが、大和大国玉の神は沼木入姫に託され祀られました。ところがやがて沼木入姫は髪が落ち痩せ衰えて祀ることができなくなってしまったのです。日本書紀にはここまでしか書いてありません。前章でご紹介しましたようにこの時代アマテラス大神は男神アマテルでした。したがってもう一つの神はセオリツ姫だと思われます。なぜ二柱の神を別々にしてしまったのかは分かりませんが、豊洲切姫が一度大和に戻った時に再び一緒に祀ったのではないでしょうか。紀伊国の否定地が日の熊大神と国かかす大神という二つの神様を奉じているゆえんとも思われます。いや素晴らしい岡山市内ですね。豊洲切姫の行幸で最も遠いのが岡山である。否定地はいくつか候補があるのだが、私は岡山最大のピラミッド吉備津中山ではないかと睨んでいる。岡山県の吉備津神社に行ってました。
彦、吉備津の中山、登山口、この目的の神奈川山ですね。結構きつい登りを登ってくるとこういうところに出会いました。どうしても岩倉とか見たいんで、天柱岩の方に行ってみようと思います。やっぱりね、ここが一番高いところですね。ああ素晴らしい。ああ最初の、ね、どうやら山頂のようですね。ありました行塚。うわー、なんちゅう眺めでしょう。これがてっぺんの岩倉ですね。なんかでもこれ一つ取られてるね。ここはですね、岡山県の吉備津、吉備津彦神社、それから吉備津神社のある吉備津中山というちっちゃな細かい山なんですけども、ここはもうやっぱり岩倉がいくつかありまして。ピラミッドの一つだと思います。こちらが、まあ、山頂の岩倉です。ここは八大竜王というを祀ってます。で、まあ、この吉備津というところはですね、またまた崇神天皇が出てくるんですけども、崇神天皇は4人の、将軍を全国各地に送って平定してきたということがあるんですけども、この吉備津という名前そのものがその中の4人の一人、吉備津彦っていうのがこちらに来て、鬼の城っていうのがありまして、そこに、まあ、文献では朝鮮から来た、まあ、悪者がいて、それを平定したというような話が伝わっているわけですね。で、これがいわゆる桃太郎の話の元になっていて、吉備団子っていうのもここから来たということなんですけども、まあ、姫路の方からずっとこう向かってきたんですけども、山陽道をずっと来る途中でも岩倉山がちらほらちらほらよく見えるんですね。たくさんいろんなところに。ここはあとはもう一つはあれですね、ちょうど四国挟んで讃岐富士とほとんどこう並んでるような形になってるんですね。そういうことから考えると、まあ、縄文の頃の大きな組織図の中の一つだったような気もいたします。もともとは縄文の頃の聖地だったという場所の一つだと言えると思います。これが今途中下る途中に出てきました。天柱岩ですね。すごい、あ、いや積んでますね。向こうの方向に何かあるんでしょうかね。ああ、天柱とか掘られちゃってる。掘られちゃってますけども、明らかにこれは古代の遺跡ですね。山のどこかに似たような何かがあるかもしれない。そうですね、相当ありますよ。7メートル、7、8メートルあるかな、これはでも積んだ天柱石ですよね。すごいです。結果はこういうところに出てきてしまいました。私はどっちに行ったらいいんでしょうか。吉備津神社ですね。
これはこれがなんか不思議、池の中に建てられた小田神社、さっきの演技場で見ると最古の神社だそうです。これは拝まずにはいられませんね。石仏の中にもそう、そういう感じなピラミッドがしてますよね。これはまたいいんだけど、これがあったらいいんだけど、さっきはね、ここ見てて、この神社が向いているのは、この山なんですよ。つまりこの山と向き合っている。だからこの山と、この神社が、しかも、向かいの上にひょっとしたらこっちがこっちじゃないですか。ここのポイントは、駅に向かってるんですけど、ここからだと鬼舞中山の感じはよく分かると思うんですけど、これが、まず真ん中、これが鬼舞中山です。平べったい感じになっています。そしてこれが、左側の山、そしてこっちに右側の山がこう ほぼ同じような山形でこう三角山ですよね。そしてこのちょこっとこの中山にかかってるわけですよね。でさっきの高宮がそこにあって、こっち側には何もないんですけども、昔何かあったかもしれないですね。鬼舞中山は左右に小山を従えたピラミッドである。豊洲桐姫一行はここに数年とどまって縄文文明につながる秘術を施したはずである。ここのパワーは中国地方屈指のものだろう。また桃太郎伝説の元となった鬼舞彦も崇神天皇の命令でこの地に来たもので、豊洲桐姫の行幸と何らかの関係があったかもしれない。豊洲桐姫は長い旅を終えて再び大和に帰ってきた。時は崇神天皇の時代になり、その娘である大和姫と役目を交代するのである。大和姫の行幸は図のように飛鳥から宇陀、伊賀を抜けて伊吹山まで行って、今度は三河に入り、伊勢湾沿いを転々と下っていく。このルートの否定地は一応定められているが、この地帯もまた巨石やピラミッドなど縄文文明の痕跡がたくさん点在している。豊洲桐姫同様、大和姫も実際はこれら縄文文明の遺跡で術を施していったと考えられます。今回はその中から鈴鹿山脈に位置する御在所山にスポットを当ててみました。ですね、御在所山の
山頂の岩倉郡になります。この御在所山っていうのは鈴鹿山脈といいますかね、まあ、その中の一つの山なんですけども、このこっち側が伊賀甲賀、あ、甲賀の方になりますね。でこっち側が、うん、伊勢の方に続く鈴鹿、うん、とか桑名の方になります。でちょうど、うん、大和姫巡行がこのこっち側をずっと通って、まあ、伊吹山の方まで行って、で今度はこっちの伊勢湾に沿ってですね、ずっと伊勢の方まで降りていったということで、この山というのはとても重要な山になるんじゃないかと思われます。とにかくここは神聖な場所だったと思います。あ、もうすでにこんな巨大な、もうこれね、この山自体が岩倉の山だから、しかもところどころ積んでるってのがすごいんだよね。何かこう、それこそここはね、巨大なステーションですよ。このように全山岩倉と巨石の山というのも珍しいが、時々見かけることができる。このような山はある意味パワーステーションとしての役目を持っていたと思われる。大和姫が山頂まで登ったのかはわからないが、ここから派生するエネルギーポイントにひもろぎを立てていったのかもしれない。これうまく分かると、これちょうど南東北西の線になってますね。大体160ですね。今やっと降りてきました。すっごい坂道、しかも岩で歩きづらい。これ登るのはね、命がけですよ。いやー、いい運動してしまいました。ありがとうございます。この先の大和姫行幸にも興味深い場所がたくさんあるのだが、それは別の章で述べることにして、最終地である伊勢について考えてみようと思う。大和姫が天照大御神の御霊を祀る
最終的な場所として選んだのが伊勢神宮内宮である。なぜこの場所が選ばれたのだろうか。内宮の横を流れる五十鈴川、私はこの川にいつも清廉さとともに強い神気を感じている。内宮の裏山は禁足地だが、そこにはたくさんの岩倉があるという。私は五十鈴川を遡り屋根木山を調べることにした。なんかさっき伊勢神宮の内宮のところに流れてた五十鈴川の源流になりますね。まさに清律姫、青やかな清律姫の姿が浮かぶような綺麗な清流です。そしてこの山なんですけども、ご覧の通りバッチリ岩倉。うわ、でかい。岩倉ありますよね。まさにこれが伊勢神宮なんですよ。伊勢神宮のこれがあったんで山手姫はここに来たんですよ。これはすごいです。ちょっと車の中からで失礼なんですけど、頂上付近の岩倉ですね。ここが今峠の頂上なんですけど、ここは神域だから入ってくんなというようなことが書かれています。ここはですね、伊勢の内宮のところを流れていた綺麗な五十鈴川ってありましたけども、あの川をずっと遡ってきたところにある山の頂上の部分です。で、剣峠と言います。なんで剣峠っていうかというと、実はこの上の方に剣岩という岩があります。この岩はまさにこんな感じなんですよ。こう岩を大きな手でこう突き刺したような感じなんですね。でここを今読んでると若い荒神が天から降りてきて剣を岩にこうドンと突き立てたように見えると。で霊とともに消え去った、そういうような言い伝えがあるみたいですね。でこの山自体がもう岩倉の山です。あちこちに巨大な岩倉があります。そしてこの天頂にこの剣山っていう形で、伊勢神宮を形作っている大元の諸木の山なんだと思います。だから伊勢神宮は実はこの山を祀ることによって成り立っているというふうに考えられます。なんでそういうことに行き着くのかと言いますと、もし大和姫が五十鈴太釧路という結界を張っていたとすればですね、ただ単にまたその御霊を持ってふらふら歩いてたわけじゃないわけですよ。豊洲入姫もそうなんですけども、ある場所に行ってそこで何をやってたかなんですよ。で多分このこういうような岩倉の山だったとか、あるいは平地の場合だとやっぱりそこに
岩倉を建てることでひもろぎを作るということをしてたように思います。これが伊勢太間に釧路大和姫巡行の本当の姿だったんじゃないかと思います。こういう場所に来て特にそういうことを強く感じます。また伊勢神宮の東側には浅間山がある。正式には浅間ヶ岳というが、山頂にはご覧のように一つ岩の岩倉が置かれている。伊勢の奥宮とも言われ、昔はこの山を参拝する人も多かったようだ。柳山と浅間山の周辺地帯は結界が敷かれたパワースポットとしての働きがあると思われる。伊沢の宮、滝原の宮なども伊勢結界の要所である。そして大和姫は最も神気の強い場所に天照神、清律姫を祀ることで巨大な五十鈴太間に釧路を完成させたのだ。大和姫はその後水神天皇の命により初代の五木の君となり、伊勢神宮を守っていくことになる。次に彼女が登場するのは大和たけるの叔母としてである。当時の伊勢に作られたお宮はかなり簡素なものだったという。男神天照神と女神清律姫の御霊を入れた鏡を小さな宮に祀っていたのである。だから遷宮といっても現在ほど大規模なものではなかった。それを実感すると遷宮という儀式の意味も違ったものに見えてくる。当時は神の息吹がもっと身近なものだった。遷宮はそんな中で行われた神のパワーを活性化させる儀式だったのかもしれない。一対の神は現在では二木御霊、荒御霊として別々に祀られている。五十鈴太間に釧路についてはどの歴史書にも書かれていません。また豊洲切姫と大和姫が各スポットでどのような術を施していたのかは具体的なことは何も分かっていません。二人の姫は一箇所に短くて 2,3 年、長い時は8年ほど留まっています。その間に霊的な術を施して強力な結界を張っていったのだと思われます。具体的なことはこれを指摘した金井南隆氏しか分からないのです。私はこのテクノロジーを縄文の神科学と呼んでいます。元をたどれば UFO の乗員が使っている宇宙的なテクノロジーと同じなのですが、この時代原理が失われ、方法論だけが残ったのでしょう。あるいはそれを伝えた後世の文化が劣ったものになっていて、理解できずに魔法とかまじないとして表現したのかもしれません。五十鈴太間に釧路もそのような視点から見直せば確かな意味が見えてきます。二人の姫が天照大神の御霊を持ってさまよっていたというだけではこの行為を正しく言い表せないでしょう。また実行者が女性であったことも気になります。術を施す上で重要な条件だったのかもしれません。この部分が理解されない限り4世紀は謎のままです。古代日本に息づいていた縄文の神科学の実態を探るべく、次回は白山くくり姫と消えた白山王朝について考えてみようと思います。